皆さん、こんにちは。東京オリンピックのソフトボール日本代表で主将を務めた山田恵里選手。そんな彼女に対しては女一郎という異名に加えて、プライベートに関する様々なことまで噂や憶測が飛び交っているようです。そこで今回は山田恵里選手にまつわる気になる話題について調べてみました。まずは山田恵里さんのプロフィールを見ていきたいと思います。山田恵里さんは1984年3月8日生まれ、神奈川県の出身です。身長165センチメートルで、血液型は A 型です。2002年日立製作所に入社しました。新人ながら日本リーグで本塁打王、打点王、ベストナイン、新人賞を獲得しています。2004年アテネオリンピックにて銅メダルを獲得しています。2008年北京オリンピックにて金メダル獲得し、紫綬褒章も受賞しました。そして2021年東京オリンピック日本代表の主将を務めました。山田恵里選手に対しては女一郎との異名もささやかれているようなので、その真相について探っていきたいと思います。結論から言うと、国内においてもはや敵なし状態、打撃面において様々な記録を塗り替えているソフトボール界のレジェンドとなっているからです。国内リーグでの活躍はもちろんのこと、国際試合でも勝負強い打撃センスは群を抜いており、チームメートを背中で引っ張る姿はまさにプロ野球界のレジェンドとして知られるイチローさんそのものであると言えるでしょう。そんな山田恵里選手の記録を見てみると、通算で433安打、46本塁打、206打点、16三塁打、54二塁打と日本リーグで歴代最多となっています。通算記録を見ても凄さが伝わってきますが、日本リーグのデビューでは8打席連続安打という成績も残すなど、記録にも記憶にも残る名選手であることが分かります。さらにはその凄さは打撃面だけでなく、走塁でも類稀な才能を発揮していて、世界屈指のベースランニングの持ち主でもあるのです。そんな女一郎と呼ばれている山田恵里選手ですが、誰もが知っている本家一郎さんの凄さにも改めて触れておきたいと思います。一郎さんは日本で首位打者7回、打点王、盗塁王1回、最多安打5回などを引っ提げて、2000年オフにメジャーへ移籍しました。メジャーリーグでも首位打者2回、盗塁王1回を獲得し、2004年にはメジャーリーグで最多安打を記録するなど、結果を見ていても枚挙にいとまがありません。一郎さんの女性版女一郎である山田恵里選手は、1年延期された東京オリンピックでは主将を務めました。そして見事13年越しの優勝を決め、金メダルを獲得しました。山田恵里選手に対しては結婚相手や彼氏などの恋愛関係の話題についても注目されているようなので、チェックしていきたいと思います。まずは結婚相手に関してですが、一部では結婚していて子供がいるとの噂も見られたものの、残念ながら詳しい情報は何も公表されていませんでした。女一郎と呼ばれる山田恵里選手の結婚相手となると、どのような男性なのか非常に気になるところですが、逆に考えればソフトボールに専念できる環境と配慮がされていると言えるのかもしれません。また今のところ彼氏に関する情報も一切入手することはできず、恋愛関係の話題は謎のベールに包まれたままで、それゆえにあらゆる憶測が飛び交うこととなっているようです。東京オリンピックが無事に終了し、いつかそうしたプライベートの話題が見られる日を楽しみに待ちたいと思います。山田恵里選手を調べていると、家族に関するワード、特に父親に関する噂がちらほらと見られたので調べていきたいと思います。そこで山田恵里選手の父親、母親、兄弟など家族について調べてみました。すると山田恵里選手はお兄さんが2人いることが分かりました。その2人のお兄さんは両方野球経験者だったそうです。またお父さんは高校時代 400m の陸上選手で、その後競輪選手に、お母さんも同じく高校時代走り高跳びなどに出場する陸上選手で好成績を残していたそうです。このことから山田恵里選手の家族はスポーツ一家だったということが分かります。両親が陸上選手だったこともあり、スポーツが身近な環境にあったのでしょう。山田恵里選手の父親は山田義彦さんといい、もともとは競輪選手として活躍していたそうです。しかし2014年7月24日、一切の前触れもなく心筋梗塞によって
60歳という若さで亡くなってしまっていることが判明しました。当時、山田恵里選手は海外遠征から帰宅していたところだったそうで、母親からの電話で訃報を知ることになりました。父親の山田義彦さんは生前、海外で行われる試合を見に行くなど、一番のファンとして山田恵里選手の活躍を支えていたようで、彼女に対しては常に妥協しないことを大切にするようにと伝えていたそうです。その言葉を胸に、父親の急逝から数週間後に臨んだ世界選手権の決勝の舞台では、最大のライバルであるアメリカを相手に勝利し、優勝という最高のプレゼントを天国にもたらしています。また、東京オリンピックではソフトボール日本代表の主将という大役を担い、自身の結果はもちろんのこと、チームの勝利に向けて裏方の仕事にも率先して取り組む姿勢が印象的な山田恵里選手。父親の教えである妥協しないことを正しく実践することで、まさにチームを引っ張る存在へと成長していました。結婚相手や彼氏については一切公表されていません。東京オリンピックでの活躍はもちろんのこと、ソフトボール界のレジェンドとなるべく現役生活を過ごしてきました。引退したことについては残念ですが、今後も後進の育成に少しでも携わってほしいものです。2022年11月9日、日本の女子ソフトボールを牽引した山田恵里選手が21年間の現役生活に幕を閉じました。21年間の現役生活で首位打者5度、本塁打王1度、打点王1度、ベストナイン14度、新人賞1度と数々のタイトルを獲得してきた山田恵里選手。これまでデンソーに所属してきた山田恵里選手は、2022年11月6日ダイヤモンドシリーズ進出をかけた日立との一戦を迎えていました。2対3と1点ビハインドで迎えた7回表、西二塁の場面で打席が回ってきたのですが、テーラー・マクイリンが投じた2球目を詰まらせて三塁ゴロに打ち取られました。ゲームセットとともに山田恵里選手の21年間にわたる現役生活も幕を閉じました。ここで終わるつもりはなかった、まだ終わった感じがしない。試合後、正直な思いを吐露していたのが印象的です。レギュラーシーズンでは2勝1敗と勝ち越していた相手でしたが、序盤にいきなり3点を失う苦しい展開でした。打線はチャンスを作るも、なかなか得点を奪えずにいたのです。しかし5回、ここで打たないと流れを持ってこられないと3番菅間夏子選手が2ランを放ち、反撃のムードを作りました。そして迎えた7回、打順は8番からで、2番の山田恵里選手まで回せるかどうかという状況でした。8番、9番が連続三振に打ち取られたものの、1番の河村梨沙選手が2塁打を放ち、山田恵里選手へとつなぎました。山田さんまで回そうというみんなの思いが河村梨沙選手のバットに乗り移り、回ってきた打席でした。さまざまな思いが乗った打席だったこともあり、山田恵里選手も結果を残したという気持ちを持っていたと思います。オリンピックで2度、世界選手権で2度世界一になった山田恵里選手ですが、意外にも実業団で日本一の経験はないといいます。それが叶わぬままの引退となってしまいましたが、日本一に一度もなることなく現役が終わったのも何か意味があると思っていると前向きに受け止めているそうです。デンソーで2年、日本代表でも共にプレーした菅間夏子選手は次のように言います。山田さんはみんなが苦しい時にこそ励ましの言葉をかけてくれる人だった。私も結果が出なかったり苦しんでいたりする時に、今は今、次を向こうと山田さんに言われて何度も助けられましたと述べています。長い現役生活の中で楽しいことだけではなく、辛く苦しい思いもたくさんしてきました。でもそんな時に山田恵里選手自身も、今は今、次を向こうと自分自身を奮い立たせてきたのでしょう。選手としては終わりだけど、人生が終わったわけじゃない。これからもいろいろなことに挑戦したり、経験を伝えていけたりしたらと思っていますと述べています。いかがだったでしょうか。今回は山田恵里選手について噂されている様々な話を深掘りしてきました。東京オリンピックではソフトボール日本代表の主将を務め、13年越しのオリンピック連覇を果たしました。そのプロフィールや経歴を見てみると、桁違いの実績と年齢を重ねても活躍する抜群の実力が伝わってきます。
女一郎と呼ばれているほどの実力者であることは折り紙付きで、これまでの記録や獲得したメダルの数々からもその実力は見るよりも明らかです。先頭に立ち同じ時代を生きるたくさんのソフトボール選手に影響を与えた山田恵里選手、これからはソフトボールの伝道師として競技や選手の魅力を伝えていくとしています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。